組のカードを使います。はい、はい、そうしましたらですね、今日はカードをこう1枚抜いてもらったりするのではなくて、そうですね、分かりやすくやるためにですね、カードを好きなところにポンと取ってください。はい、はい、ここから少しだけ使いましょう。この部分だけ、こちら後で使いますね。はい、そうしたら、カード1枚ずつ見せていきますから、心で何度目から決めてください。はい、ゆっくりいきます。はい、心の中で1枚だけカードを決めていただいたんですよね、はい、確か。はい、もちろんそれが自分のイメージですから、カードを抜いたとかそういうことがない状態で1枚選んでいただきましたね。はい、はい、じゃあ今からですね、そのカードちょっとね特定しに行きたいんです。うん、ただそうですね、これね、カード抜いてないのでうまく当たるかどうか分かりませんし、人間の記憶っていうのがまた間違い場合もあるじゃないですか。ですから今日は、カメラの中にね、そのカードを残したいので、今からカメラを私がこう見せるのではなくて、ご本人でカードをこう見せていただいて、そして、そのカードをどこでやったかをちょっと見せてあげてください。はい、広げていってですね。はい、終わりましたか。はい、はい、はい、この状態にするとカードを当てるのは非常に難しくなります。はい、なぜならば、そのカード自体が抜いていただいたカードじゃないからですね。はい、覚えてますよね。確かに。はい、ちょっと探しに行きましょう。うん、難しいですね。ちょっと行ってみましょうか。はい、ゆっくり行きます。うん、イメージできました。心の中で覚えたカードですから、はい、私がこれを抜いてくれとか覚えてくれといったことはないですよね。はい、非常に難しい状態だと思います。そのカードがズバリ何だと言ってください。クラブの5。クローバー、三つ葉ですね。はい、三つ葉の5、確かにクラブの5であることをお確かめください。はい、ありがとうございました。